ニュージャパンワールドナウ、ライガーです。イラのコレクション AT でございます。今日の感想どうですか皆さん。いやもう決勝かっていう、いや本当に疲れるこれだけのすごい試合を見せられると見てる方疲れるね。そうですね、 A ブロックまず5試合リーグ戦ありましたけども、はいはい、まずまだ、まあ、今日開幕戦ですから1回しかやってませんけども、A ブロック順位1位、2点を取ったのがイブス選手、オースプレイ選手、鈴木ミノル選手、タイチ選手にジェイ・ホワイト選手の5名でした。すごいね。おライガーさん、いきなりオースプレイ選手のこと優勝候補っていう、まあ、優勝候補、オースプレイ間違いない。105キロ、105キロであの動きだの、あれもスーパーマンか、ターミネーターか、あれはジュニアヘビーはどうなってしまうんでしょうね。あれそうね、やってるんだよね。あと9月23日1位同士のイブシ選手対、はい、ジェイ・ホワイト選手、はい、鈴木ミノル選手対タイチ選手。あじゃあどちらかは連勝ならずってこと。ならずなるんですよ。これ鈴木選手対タイチ選手ってこれ初対決じゃないですかね。一緒に鈴木軍としてもね、すごいね。それ実は興味あります。しかも札幌って太一選手の地元ですから、ね、おっとっと、はい、ほら気合入った試合見れますね。太一ファミリーとか太一フレンドとかチーム太一がいっぱい行きますから。チーム太一、はい、なるほど。こうなったあと、はい、明日、はい、この大阪フリーズ明日、はい、B ブロックの対決ある。 C ブロックがいよいよ開幕します。はい、20日のカードいってみますか。はい、はい、ジュース選手対、はい、よし橋選手です。あジュース選手来てくれた、はい、久しぶりですね、はい、あと矢野選手と真田選手。うわこれもまたね、なんか一癖も二癖もある試合になりそうです、ね、あるね、はい、後藤選手と健太選手、これも前から因縁ありますからね。ありますから。それがザック選手とイーブ。そうですね、これもイーブル選手がどうなるかですね。そうですね、はい、それと僕はこれ、はい、ある意味優勝決定戦かなとこの試合も思います。棚橋選手と内藤選手。これは内藤選手からすると今の棚橋選手がどう見えてるんでしょうね。ああそうちょっと分かんないですね、はい、昔は憧れてるって言ってましたけども、ある時やっぱりこうシングルマッチを内藤選手と棚橋選手がやって、最後内藤選手がお辞儀をしてもう俺の中で清算したみたいな試合もありましたから、今の棚橋選手とこの2冠チャンピオンですから内藤選手が、ね、はい、内藤選手がね、まあ20日も、まあ明日なんですけどもね、見どころバッチリでございます。そうですね、あっちも持ちますかね本当に。いやーなんとかもう出したいねでもね、明日その試合の模様はですね、新日本プレスワールド14時、はい、午後2時ですね。2時早いですね、明日。早いです、明日早いです。時間間違わないようにしてください。明日早いですよ、明日早いですよ、はい、明日早いですよ、ライブ配信わかりました、もう、はい、明日早いってことすごくわかりました、はいはい、皆さんぜひご覧ください。はいはい、2時ですね。2時です、はい、明日早いですよ。ライガーさんいつもみたいに4時とかに起きちゃったらダメですから。はい、おじいちゃん頑張りますし、はいはい、それではまた明日2時にお会いしましょう。ライブ配信で会いましょう。またね。